皆さん、こんにちは。今日は、大河ドラマ、光る君へ、上地雄介さん演じる、藤原道綱です。皆さんは、藤原道綱と聞いて、何を思い浮かべますか？道長の異母系？直線歌人？それとも、陽炎日記に名を刻む、ある母親の息子？今回の動画では、ただの名前では終わらない、藤原道綱の隠された才能、彼の生きた時代、そして彼が残した足跡を一緒に探っていきましょう。1. 藤原道綱とは、今日は平安時代中期に活躍した公卿、歌人である藤原道綱について深掘りしていきます。彼は藤原道長の異母系として知られ、その生涯は多くの人にはあまり知られていません。では、なぜ焦点を当てるのか、その理由と実例を通して彼の人物像に迫ってみましょう。平安時代中期の政治、文化の中心であった藤原北家の一員です。彼の人生を通じて、平安時代の貴族社会の内部構造や、家族間の複雑な関係性を見ることができます。例えば、彼は955年に生まれ、970年に、従五家に除されるなど、若くして官位を授かり、その後も、順調に昇進していきました。しかし、彼の政治キャリアは、異母弟である藤原道長に比べると目立たないものでした。これは、当時の権力闘争や家族内の序列が、個々の公卿の運命に、どれほど影響を与えていたかを示しています。彼の文化的な側面にも注目しましょう。彼は直線歌人としても知られ、五州岩歌集などに、彼の作品が選ばれています。直線歌人とは、天皇や上皇の命によって、勅使として歌を詠むことを許された歌人のことを指します。彼らは勅使として選ばれ、勅使の歌を詠む特権を持っていました。勅選歌人は、勅使の歌を詠むだけでなく、勅使歌集の編纂にも関与することがありました。彼らは、その時代の文化や芸術において、重要な役割を果たしていました。これらの和歌は、彼の教養の高さや文化への貢献を物語っています。また、彼の母が表したとされる、陽炎日記は、当時の貴族社会の日常や人間関係を垣間見ることができる貴重な文献です。この日記には、彼自身に関する記述も含まれており、人柄や生活が垣間見えます。彼は著名な歌人として知られており、また、弓の名手としてもその名を残しています。具体的な弓の腕前に関する情報は限られていますが、彼の多彩な才能についての言及は見られます。このチャンネルでは、歴史の大波をサーフボードに乗って冒険するように、日本史雑学なども語っております。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。2. 藤原家の中の道綱。まず、藤原の道綱が、藤原家内で、どのような位置にいたのかを明らかにしましょう。彼は、平安時代中期に活躍した、公卿であり、藤原北家の一員です。彼は藤原の兼家の次男として生まれましたが、家系図の中で彼の位置は一見すると複雑に見えます。なぜなら、彼は異母弟である藤原道長と比べて政治的な昇進が遅れがちだったからです。その理由を探るために藤原家の家系図を詳しく見てみましょう。藤原家は平安時代を通じて日本の政治に大きな影響を与えた家系です。特に彼の父である藤原兼家は摂政や参拝を務めるなど、当時の政治の中心人物でした。しかし、彼自身は、父や異母弟のような、高位の政治職に就くことはありませんでした。これは、彼が嫡子ではなく、またその時代の政治状況や、家内の権力争いが影響していると考えられます。実際に、彼の政治キャリアを見ると、彼は多くの場合、裏方としての役割を担っていました。例えば、漢和の変では、異母弟の藤原道長と共に三種の神器を運ぶなどの重要な任務を果たしています。しかし、このような功績にもかかわらず、他の家族成員より格段に軽く扱われており、彼の昇進は控えめでした。3. 漢和の変と道綱の役割。まず、漢和の変における藤原道綱の役割を明らかにしましょう。漢和の変は、藤原道長の父である藤原兼家が中心となり、崋山天皇を退位させた政変です。この出来事は、平安時代の政治史において、重要な転換点とされています。漢和の変は、単に天皇の退位にとどまらず、その後の藤原家内の権力構造に、大きな影響を与えました。彼は、
この政変において兄藤原道隆とともに重要な役割を果たし、藤原家の権力基盤を固めるのに貢献しました。具体的には彼は三種の神器を安全な場所へと移動させるなど、政変の成功に不可欠な行動を取りました。神器は天皇の正当性を象徴するものであり、これを掌握することは政権の正当性を示す行為でした。彼のこの行動は、藤原家が新たな天皇を擁立する上での正当性を確保するために不可欠だったのです。結論として、緩和の変における彼の役割は、単に政変を助けたという以上のものがあります。彼の行動は、藤原家が平安時代の政治において、中心的な役割を果たす基盤を築く上で、極めて重要なものでした。しばしば、藤原道長の影に隠れがちですが、彼自身もまた、平安時代の政治史において重要な人物であることがこの事例からも明らかになります。 4. 大納言として過ごした23年間、藤原道綱はその生涯で数多くの政治的役割を果たしましたが、大納言としての23年間は彼のキャリアの中でも特に重要な期間でした。大納言とは両政における大上官の職名の一つであり、大臣に次ぐ地位を指します。大臣と共に政治を議し、大臣不在の際には代行する役割を担っていました。大上官においては、侍等官の次官に相当し、大臣と共に政務を議し、僭下と僧正にあたる役割を果たしていました。具体的な活動内容は、時代や人物によって異なりますが、大変重要な政治的地位であることが伺えます。では、なぜこの期間が特に重要だったのでしょうか？まず、大納言としての長期間にわたる在任は、彼が持つ政治的な影響力と安定性を示しています。彼は、藤原北家の中でも比較的控えめな存在でしたが、この期間を通じて、家内の政治や外交政策において重要な役割を果たしました。例えば、彼は藤原の道長の政治的野心を支える一方で、自らも穏健な政策を推進し、朝廷内のバランスを保つことに貢献しました。また、彼の在任期間中には多くの文化的事業が行われ、道綱自身も文化人としての才能を発揮しました。勅撰歌人としても知られる彼は、御周囲和歌集や四歌和歌集に作品を残しており、彼の文化への貢献は政治的な業績と並んで評価されています。では、なぜ彼はこれほどまでに文化人としての才能を発揮できたのでしょうか。その理由の一つに、彼の生まれ育った環境が挙げられます。藤原北家という当時の政治の中心に位置する家系に生まれた彼は、幼少期から高度な教育を受け、文学や歌に親しむ機会に恵まれていました。また、母が陽炎日記の作者であることからも、彼の周囲には文学を愛する風土があり、これが彼の文化人としての素養を育んだと考えられます。5. 陽炎日記と道綱。それでは、陽炎日記と藤原道綱について見ていきましょう。まず、陽炎日記が彼にとってどのような意味を持つのか、その結論からお話しします。陽炎日記は平安時代中期の女流日記文学作品であり、彼の母である道綱の葉によって記されました。ドラマの中では藤原の安子となっています。この日記は道綱母が954年から974年までの21年間にわたる出来事を記したものです。具体的には、道綱母が藤原の兼家との結婚から始まり、その後の家族や宮廷での出来事、人間関係などが描かれています。この日記は平安時代の女性の視点から当時の社会や宮廷生活を知る貴重な資料となっています。彼が母親と共に過ごした日々や、母親が彼に対して教育に対する期待を持っていたことなど綴られています。これらのエピソードからは、彼がどのような環境で育ち、どのような人物に成長したのかが伺えます。また、母親の文学への愛情が、彼が後に勅撰歌人として活躍するきっかけになった可能性も示唆されています。この日記を通じて、彼の母親との深い絆や、彼女から受け継いだ文化的な影響が明らかになります。彼の生涯や業績を考える際には、この日記に記された彼の背景や人間性を考慮に入れることが重要です。陽炎日記は、平安時代の貴族社会の一端を垣間見ることができるだけでなく、彼という人物を多角的に理解するための鍵を握っています。6. 出家と晩年。それでは、
藤原道綱の人生における最も静筆な時期、すなわち彼の出家と晩年について見ていきましょう。まず結論から申し上げますと、彼の出家は人生における転機であり、平安時代の貴族社会における出家の意義を象徴する出来事でした。この時期は彼の内面的な成長と精神的な平穏を求める旅路の始まりを告げるものであると言えます。ではなぜ彼は出家の道を選んだのでしょうか。その理由を探るためには彼の生涯と当時の社会背景を理解する必要があります。彼は藤原北家の中でも特に権力を握った家系に生まれましたが、政治的な成功とは無縁の生涯を送りました。特に異母弟である藤原の道長の台頭は彼にとって大きな挫折となりました。また平安時代の貴族社会では出家は世俗のしがらみから離れ、精神的な救済を求める手段として広く受け入れられていました。このような背景から彼が出家を選んだのは政治的な失敗からの逃避ではなく、むしろ精神的な完成を求める積極的な選択であったと考えられます。具体例を挙げてみましょう。1020年、彼は病に倒れ、その病床で出家を決意します。彼が選んだのは、京都市東山区にある発祥寺でした。発祥寺は藤原氏の氏寺であり、彼の家系にとって重要な寺院でした。出家後の彼は、以前の政治家としての生活とは一線を画し、禅宗の教えに深く傾倒し、残りの人生を瞑想と祈りに捧げました。この時期の彼は、平安貴族としての華やかな生活から離れ、内面の平和を追求することにより、真の自己を見出したと言えるでしょう。彼は大納言としての地位を捨て、出家して、この世を去りました。最終的に、彼の出家と晩年は、彼の人生における、精神的な旅の終着点であり、平安時代の貴族が直面した、世俗と精神の狭間での葛藤と、解決を象徴する出来事であったと言えます。彼のこの選択は、後世の人々にとっても、内面の平和を求める旅は、外部の成功だけが、人生の全てではないことを教えてくれます。彼の生涯と業績を通じて、平安時代に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントで、次に知りたい歴史上の人物や出来事を教えてくださると、嬉しいです。ありがとうございました。